ようこそ虹ヶ崎学園へ。こんにちは、リコさん。会えて嬉しいよ。わざわざ遠くからご苦労様です。あすみちゃん、感じ悪い。電車ずっと乗ってて疲れてない？休憩するならいい場所紹介するよ。お昼寝させるのはさすがに早いわよ、かなた。今日はリコが来るって聞いてたから、アイさん、ご飯しっかり食べてきたんだよ。ウェルカム、ナズテ。お会いできて光栄です、リコさん。今日はスクールアイドルについて存分に語り合いましょう。こんにちは、よろしくお願いします。ラララ、はあ、やっぱり歌の練習は楽しいです。すごい、なんて感情豊かな声なの。しずこは演劇部でもボイトレしてますからね。ええ、そのおかげか最初からかなり声は出てる方だったわ。そっか、演劇部でもセリフをはっきり感情を込めて言えるようになるために訓練するものね。すごいわ、私はとても出せない。そんな恐れ多いです。リコさんの声だってとても素敵ですよ。澄んだ声にいつも聞き惚れてしまいます。そんなことないよ、私なんてまだまだ練習中だし。謙遜の応酬になってる。ではリコさん、一緒に練習してみませんか。ほら、ちょうどここにマイクが。リコちゃんリサイタル開幕しちゃう？はい、終わりです。ありがとうございました。リコちゃんすごい、すっかり聞き入っちゃったよ。これがアクアの実力なんだね。めっちゃ良かったよリコ。これちゃんと PV とか作って配信しなよ。絶対再生数やばいことになるから。もうダメだってば。私今日は歌を歌いに来たわけじゃないから。わかったわ、変でも笑わないでね。